DLC 在都大連周水市国際空港の一大連。周水市国際空港は中華、人民共和国領名称大連市甘い国にある空港である。日本では通常大連空港と呼ばれている。中心市街地の北西 10km に位置し、車で約20分の場所にある。地下鉄が乗り入れており、中国国鉄の周水市駅にも近い。大連空港は、 大連で唯一の国際空港であるが、軍民共用空港であるため、中国人民解放軍の軍用機も中期、離着陸することがある。2008年には、利用客数820万人、発着回数72,700回、貨物取扱量13万トンと、中国東北地区最大の利用実績を記録し、2009年1月の時点で、 中国国内57都市へ98路線、国外15カ国39都市へ46路線の定期航空便が就航しており、大連空港の設備は限界に近づいていた。そこで、北海の金州湾に新空港、大連金州湾国際空港を建設することが計画された。新空港建設には長期間を要するため、二千九年三月から二千十年末まで、 約2年間、周水市空港第3期工事として、大連空港の拡張工事を行った。これで、年間処理能力は1600万から1800万人となった。また、貨物輸送区、郵便速達区、保税区の3つの機能を備えた、空港物流園区工事も同時に行われた。2013年、金州湾に人工島を造成する工事が開始された。 大連金州湾国際空港は2020年に完成する予定だったが、工事は遅れており、開港は2023年以降になる見込み。近年は中国国内における経済成長に伴い、国内線、国際線ともに便数が増加している。その結果、大連空港の設備的な問題や周辺航路の混雑により、 当局から出発許可がなかなか降りないことがたたみ受けられ、30分から1時間前後の遅延も珍しくない。また、搭乗券の裏面には、早めの搭乗を促す期日が時折見られる。さらに実地上、自然の影響による出発、到着時刻の変更、周辺空港へのダイバートや、欠航、開始口が少なくない。二千十七年八月四日には、 前日からの豪雨で空港全体が冠水し、空港周辺のホテル街は床下浸水の被害が相次いだため、空港の消防隊が救助活動を行った。日本航空輸送の格納庫1905年に日露戦争が終結すると大連は日本の咀嚼地となり、第二次世界大戦終結の1945年まで日本が統治していた。 このため日本人の居住者は多かった。1927年、日本海軍が競馬場跡地に飛行場を建設した。大きさは長さ約800メートル、幅約400メートルの平坦な敷地であったという。新潮の時代には沼地で草水湖と呼ばれていた地区だったが、飛行場の名称には朱の字が使われ、州水湖飛行場と命名された。 1929年、日本航空輸送が週3便で乗り入れ開始、1932年には満州航空も乗り入れた。当初は郵便、貨物輸送が中心だった。1937年の日中戦争の開始以後は、軍用機の発着が多くなり、海軍の軍用臨時便の感激を塗って、民間のダグラス DC-3 が細々と、 運航されているという状態であった。第二次世界大戦後、ソビエト空軍が飛行場に十0年間駐屯した後、中国に返還され軍民共用空港となった。1980年代以降、利用者の増加に合わせて拡張工事が断続的に行われたが、周囲を住宅地に囲まれているため用地の確保が困難となり、新空港の建設が計画された。 北京や上海をはじめ、国内主要都市に多数就航している。ただし、便数に対し、ボーディングブリッジの数が足りないため、大部分の国内線は1階に降りてから一旦バスに乗り、タラップから飛行機に搭乗するパターンが多い。正面入り口から見ると、ターミナル中央及び、右側部分のすべてが国内線ターミナルである。大都市以外の就航便はスケジュール及び、 就航会社が変更されることが多い。航空会社により運航日は異なるが、東京、成田線、大阪、関西線、ソウル、新川線等は直行便を毎日運航。また、日本の地方空港へは富山と広島に定期便が運航中。ありがとうございます。